からこれぐらいの覚悟がないと人生は変わらないんだよ。いつも言ってるでしょ、ゼロか100なんだって、うん、中途半端な実践は中途半端な人生にしかならないんだって、うん、これぐらいの覚悟ある人が絶対人生を変えることができる。なるほど、これは見習うべき最高の例ですね。ああ、もう、はい、スタンディングオベーションだね。あ、だよ、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だよ、はい、幸せっすね。こうやって3年4年弱動画一緒に撮らせていただいて、だよと本当に毎日幸せだなと思ってやらせていただいてます。だよ、だよ、聞いてました。全然聞いてなかった。なんなんすかそれ。すげえオフにするじゃないですか電源。なんなんすかそれ、どこにスイッチあるんですか。だよ、さあ今日も頑張っていこう。あ、よろしくお願いします。はい、はい、だよ、うん、この YouTube 配信しだしてからですね、最近いいコメントが多くてですね、本当に皆様コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。読み上げさせていただいてもよろしいでしょうか。よろしいでございます。はい、ありがとうございます。はい、公衆トイレを素手で掃除し始めて10日、不平不満悪口をやめて1週間です。意地でも悪口言わねえと決めていましたが、今日分かったことが、やばい話題、景気の良くない業界や会社、地域の話題をするとき必ずネガティブな言葉を使うはめに、自分からドツボに入りに行くようなものなんですね。勤めて景気の良い場所、そして雰囲気の良い店、気持ちいい人と付き合うようにしていきますと、花さんっていう方ですね。素晴らしいですね。はい、大体その公衆トイレの素手掃除を始めて10日っていう時点で、はい、かなりぶっ飛んでますね。ここやばいっすよね。いや、もう公衆トイレを素手で行けるようだったら何でも行けるんで。ああ、そうですね。多分この人はこれからもう想定外の世界に連れて行かれてしまうね。公衆トイレは特にランク高いですよね。いや、公衆トイレは結構ポイント高いんだよ。そうなんですよ、うん、かなりポイント高い。トイレ掃除ポイントすごい高い。だって公衆トイレはほとんどの公衆トイレ汚いから。そうですね、そうですね、そこはやっぱ素手を何も考えずにズボッといけるというのは、うん、う相当ポイント高い、うん、そうですね、そうですね、うん、だからこの方すごいと思うよ。あー、面白いですね。でも本当面白いよね。なんかさ、はい、もうそれ10日でしょ、で不平不満をやめて1週間でしょ。1週間です。いいよね、この意地でも悪口言わねえと決めてました。そう、女子がこの言葉を使うってことはかなりの覚悟っすよ。え、これ男性じゃないの。これ女子です。今田花さんですね。女性なの。まあまあどちらでもいいんですが、はい、女性かなって感じがします。素晴らしいと思いますよ。はい、やっぱりね、僕もそうだけど、やっぱそういう覚悟を持ってる人間、だって僕自分のことみたいだもんね、うん、これかつての大悟みたいですよ。本当、うん、全く一緒。でも自分も絶対言わないって決めてたし、もう何があっても絶対言わないし、はい、絶対不機嫌にならないし、ブスッとしないし、はいはいはい、絶対どんなことがあっても絶対笑ってようって決めたから、うん、だからこういう方が人生変わるんですよ。ああ、面白いっすね。だからこれぐらいの覚悟がないと人生は変わらないんで、いつも言ってるでしょ、ゼロか100なんだって、うん、中途半端な実践は中途半端な人生にしかならないんだって、うん、これぐらいの覚悟ある人が絶対人生を変えることができる。なるほど、これは見習うべき最高の例ですね。ああ、もう、はい、スタンディングオベーションだね。あ、そうなんですね。もうこれ神も立ち上がってスタンディングオベーション、ね、ブラボー、うん、GSO だよ。 GSO、うん、そうなんですね、うん、GSO ゴッソーゴッソーGSO だね。はいはいはい、もう神もスタンディングオベーションしてますよ。なるほど、ゴッドスタンディングオベーション。お、あ、そうなんすね。こういう人を探してるんだと思うんだよね。あ、そうっすね。あ、だからもし僕が神様だったら、うん、こういう人にやっぱ注目してしまうよね。あ、どこも見守ってしまう。ついついちょっとついていって実践してるかどうか見たいもんね。だからそこでさ、例えば、うん、多分この人、はい、見たこともないし会ったこともないけど分かんないけど、例えばこの人の生活に密着していきながら、はい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 、それで素でトイレ掃除ズボッと突っ込んでやっていって、はいはい、まあ、人間関係あるよ、はい、仕事もしてるだろうし、そんな中でさ、うん、普通ほら人が集まったらもうみんな好きだ、悪口が。はい、悪口好きです、ね、うちの小野さんがさとか始まるじゃない、はいはいはい、始まる時に、その時に自分も小野さん嫌いだから、うん、はい、自分も小野さん嫌いだから、自分も小野さん嫌いだから、はいはい、いやですよねって言いたいじゃない、はいはい、いつもだったら乗ってるのに変わらず、はいはい、ね、小野がさとか、はいはい、でこうなんていうの、あー、なるほど、こう、ね、あー、なるほど、ですよねって言いたいけど、でここで言ったら乗ってしまったらもう、いつも波動が下がるから、そうですね、そうそうそう、だから、はいはい、って言って、はい、さっといなくなるとか、そういうのを神が見てると、僕がもし見てたら、はいはい、何でもしてあげたくなるね。なるほど、神様、これこそ GSO の瞬間なんですね。いや、もう本当に、はい、スタンディングオベーションですよ。あ、そうなんですね。素晴らしい、素晴らしいとなって、はい、なんか僕思うけど、はい、そういう姿ってさ、うん、なんか愛くるしいじゃない。本当に人がなんか努力して、まさに成長の階段を登った瞬間かなって思う。いや、もう完全にこれ大人の階段登ってるから。大人の階段も登っちゃったんですね。登ってるね。花はまだ、君はまだシンデレラさ。
何なんすか、だからシンデレラなんすか。古いアルバムの中に思い出がいっぱいだよ。思い出がいっぱい、うん、あ、そうなんすね、うん、え、アルバムとかまだ未だに持ってるんですか。そうだな、花は持ってるな。あ、そうなんすね。だからそうやって大人の階段登っていく最中だから、はいはい、やっぱりいろんなことが、はい、うん、だから君はまだシンデレラだから。君はまだシンデレラあ、そうなんですね、うん、何なんすか、どこにシンデレラさが出てるんですか。出てる、ね、シンデレラもトイレ掃除してたってこと。出てるね、公衆トイレの。出てる出てる。あ、そうなんですね。だから、はい、この人は、はい、このまま行けばいいと思いますよ。このまま突っ走って行っていただきたいけども、はい、その中でもうここまで、もうだって、うん、公衆トイレを10日もやってらっしゃるんだよ、はい、この人。そうですそうです。もう1週間不平不満を悪口やめて1週間だよ、はい、あら、すごいことですよ。そうですね。だからそうで、もうここまで来てるんだから、はい、もうやっぱりここでもう1つ2つ3つさらに習慣追加してほしい、うん、ああ、乗せていく乗せていくタイプですね。いや、もうここまでできたらこの人は多分何でもできる、はい、もうあとは、はい、ありがとうという言葉をもっと口にしていくとかさ、うん、もっと笑顔を作っていくとかさ、うん、もうそういった細かな実践をさらにプラスして乗っけていくと、はい、もっともっと大人の階段登っていけるよ。あ、そうなんですね、うん、いや別に花さん大人の階段登りたかったわけじゃないと思うんですね。いや、登りたいんです。登りたいんですね。登りたい。あ、そうなんですね。登りたい。すごい登りたい。すごい登りたい。ものすごい登りたい。あ、そうなんですね。全速力で全速力で階段登りたい。登りたい。あ、そうなんですね、うん、いや心臓悪くなりそうだな、うん、そうなんですね、うん、じゃあ今トイレ掃除プラス悪口をやめるプラス笑顔を乗せていく、さらにそれで這い上がっていくので、うん、ぜひ花さんには今後もあの事後報告入れていってほしいですね、うんうん。だよ、何されてるんですか。いや、大石陽子先生の花、はいはいはい、アピールするの忘れてたと思う。あ、そうなんですね、うん、大石陽子先生の花アピールはうちのチャンネルにはもう必須になってるんですね。必須だね。あ、そうなんですね。毎回言ってねって言われて。あ、そうなんですね。陽子先生のあれがすごいな。約束してるんですね。約束してる。いや、すごいっすね、うん、本当にプロミスだよ。プロミス、うん、あ、そうなんですね、うん、すごいな。どっちのプロミスだろうね、うん、はい、まあだからそうやってね、はい、嬉しいんだよね、なんかこういう、はい、なんか嬉しいですね。こういう人いると、うん、なんか本当に応援したくなるんだよね。だから多分神様もそういう同じ気持ちだと思うんだよね、うん、だって愛くるしいよ、こういうの上から見てたらきっと。だって頑張ってるじゃない、ね、だから本当にね、人生を変えようと思って、はいはい、本当にその決意するじゃない、絶対変えようと、はい、だから、あ、分かった、じゃあもうとにかく、はい、もうトイレ掃除自分は極めていこうと、うん、あとはもう絶対その自分の口から出てくるその否定的な言葉、うん、ネガティブな言葉は絶対自分の中でやめていこう、うん、多分この人は決めてるんだ、うん、決めてます。決めて実践してるじゃない、はい、決めるだけじゃなく、やっぱそうやって行動で実践してるっていうのはめちゃくちゃかっこいいんだよね、はい、そうですね、うん、だからこういうかっこいい人って、まあ、多分僕神様好きだと思うし、はいはい、あとはね、やっぱそうやって実践していく姿って本当に美しいし、うんうん、この人気づいちゃったんだよね。運気のいい場所、はい、雰囲気のいい店、気持ちのいい人と付き合いますっていう、はい、だからもうなんかもう自己完結してるからさ。いや、そうですね、うん、もうこういう場所に行くと自然とネガティブ使っちゃうから離れようって、うん、そうだね、完全に気づいて行動に移してます。本当にそう思いますね、はい、もう大丈夫ってことですよ。だからあとはその実践の何を習慣にしていくのかっていうことを精査していき、うんうん、実践していけば、うん、もっともっと加速して異常なスピードで想定外の世界へと連れて行かれるんじゃないのかな、はい、いつかそれで人生変わりましたっていう連絡欲しいですね。いやー、来ますね。3ヶ月以内に来るんじゃないですか、はい、面白いっすね、うん、力強いじゃない文章が、うん、そう思います、うん、決意を感じます。そうそう、文章が力強いから、もう心の中でね、自分の中で完結してる部分があるから、多分こういう人が本当に人生変わる人だから、ぜひね、自己報告ね、はい、こんな面白いことがあったっていうことをね、なんか教えていただきたいなと思うし、うん、まだまだね、階段登ってる途中だから、はい、きっといろんなことに気づきもあると思うし、またそういう気づきがあったぜひシェアをしていただきたいなと思うよね。そうですね、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもですね、花さんぐらいぶっ飛んで行動に移していただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、あ、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 楽しい。